例えば、トロントなんかは僕大好きで、あそこはね、カナダなんですけども、フランスの占領下昔だったので、フランス人がいっぱいいる。っていうことで、ワインなんかはすごい美味しいんですね。しかも夜なんか安全なので、夜出て行っても大丈夫なので、ナイター終わった後でも、チームメイトと一緒に外に出て行って、ワインバー行って、美味しいワインを飲んだりとか、もちろん、みんな10億とか20億とかもらってる人ばっかりだったので、おごってもらいましたけど、ものすごいワインが出てきましたね。フランスのものから、カリフォルニアのものから。カナダはデザートワイン、アイスワインがすごい美味しいので、そういうのも非常に覚えてるので、カナダ行くともう試合中もそわそわしてましたね。なんか美味しいもの食べに行きたい。で、もう一軒だけね、イチロー選手とよく行ったんですけども、本当の伝統的な寿司屋さんがあるんです。そこは、こんなこと言っていいのかな。イチロー選手だったから開けててくれたかもしれないんですけども、ナイターが終わっても開けてくれてたので、なんなら選手で7人、8人で押しかけたこともありましたし、で本当にね、まあ、日本と同レベルの寿司を出してくれるんですけど、周りに、アメリカにそこまで美味しいところないので、余計に美味しく感じました。日本より美味しく感じました。ぜひぜひ行った際には、トロントで日本食といえばそこしかないので、名前も言わなくても大丈夫だと思います。アメリカって面白いのは、もうシーズン始まってるのに、まだ出来上がってなかったりするわけですよ、球場が。だからちょうどそのディズニーが買い取りまして、球場を改装するっていうことで、まあ今、センターのところを見たらね、なんかディズニーランドっぽく、もう今ディズニーじゃないんですけど、そのまま面影が残ってて、その噴水があったりとか、いい景色になってるんですけども、その当時まだ出来上がってなかったので、シーズン中も引き続き工事をしてたという。なんで外野のスタンドがなくて、ボロボロのままやってました。内野はもちろんちゃんとあったんですけど。で、もっと言えば、ミルウォーキーの球場なので、その当時ね、まだミルウォーキーってね、アメリカンリーグだったんですよ。だからそこで、ブルペンは外野の方にあるんですけども、まあ今でもあるんですけども、その隣がちょうど今のミラーパークって新しい球場できるところだったんですけども、試合中ね、その工事で、ずーっと音が鳴ってるんですよ。ゴン、ゴン。ゴンって、そのリズムに合わせてずっとなんかこう、僕らもずっとこう言えてましたよ。何なのこれっていう。メジャーリーグってこんななのっていう。それ1年目だったんで思いましたね。そんなところまでスケールが大きいというか。一番好きな球場はですね、エンジェルス時代からずっとセーフコーってシアトルの球場がいいなって思ってたんですよ。なので、マリナーズに行ったわけじゃないんですけど、未だになんかこう、写真を見ると、息子といつも話するのは、球場、シアトルの球場良かったよな、ボールパーク良かったよな、みたいな感じのことを言うので、今でも私が言うので、やっぱりマリナーズのスタジアムいいですね。でもね、すっごいお金かかってますからね、開閉式のドームも。まあ、これもまた裏話なんですけど、これ使えるかな？実は最初私サインしようとしてたのは、その当時アナハイムエンジェル、今で言うロサンゼルスエンジェルスですね。で、あとは、オークランドアスレチックで、シアトルマリナーズも候補に入ってて、3つのうちどれかっていう感じで契約しようとしてたんですけども、実は早々にシアトルマリナーズはその当時セーフコフィールドっていう名前だったんですけど、それを建てようとしてて、まだ建ってなかった、キングドームだったんですけども、建てるっていうことで、どうも資金が足りないと。なんで長谷川にお金を出せないので、うちは降ります、みたいなこと言われたので、で、実はマリナーズと初年度から契約する可能性もあったんですけども、それぐらい球場にお金がかかったっていうことはすごい球場なので、まあ、僕の給料なんか知れてるんですよ。だけどそのバジェットもないっていう、予算もないっていう、それぐらい奮発して建てたスタジアム。なんともやっぱりすごいですね。皆さんもぜひ一度行ってほしいんですけども、私の中では一番のスタジアムかなと。まあ、そこでホームチームとしてもやれたっていうのは非常に幸せだったと思います。一番はずっと私が MLB に移ってから思ったのは、アジャストできるっていうことで、要は、打てるからとか、力があるからとか、球が速いとかっていうよりも、どうやってアメリカの野球になれるかっていう、そのアジャスト力ですね。それが一番大事なんじゃない。そこがあれば、まあもちろんそのマウンドも違いますし、ボールもそうですし、ちょっとずつなんですけども、球場、ボール違うので、そういうところのちょっとしたアジャストができると、早くになれて、で、もう一つは、あまりに日本の時って、しっかりアップして、終わった後もしっかりトレーニングしてとかっていうふうに思うんですけども、やっぱり日程が過密ですし、もともとアメリカ人適当なやつ多いので、あんまり緻密に毎日計画立ててやると、疲れちゃうかなと。で、しかも、急に試合始まったりしますから、雨でも急に始まったりとかもしますんで、だからあんまりきっちりしてると、うまくいかないかな。まあ、私はもともとチャランポロな性格なので、豆なんですけど、どっかそういう面もあるので、うまくいったなって思うんですけど、本当に真面目な選手は苦労すると思いますね。
もうそれかもイチロー選手みたいに、本当に突き詰めて、真面目にルーティンを作ってやるか、どちらかですよね。それができないなら、私みたいに、もうそんなのアップなんてしなくても投げれるよとか、アップなんかしなくても、バッティング練習しなくてもいきなり始めても大丈夫だ。例えば日曜日なんて練習ほとんどないですから、いきなり試合が始まりますんで、そういうところにあまり神経質にならないというか、もっと言えば移動の時に空港に行って、全部チャーター機なんで、プライベートジェットなんですけども、行ったら飛行機がないとかっていうこともありますからね。そんなとこでいちいち払った時からしょうがないので、ホテルに着いたら朝の4時と。でも、その夜は試合があるっていうこともよくありますので、よくあったらダメなんですけど、たまにありますので、そういうことに対しても、何とも思わないような、もう寝ない、1日ぐらい寝なくても全然プレーできるよ、みたいな人が勝ちますね。はい。言ってるように、とにかくとんでもないことが起こりますので、それを楽しんでください。ルーティンは、先発ピッチャーの時はありましたけども、もう中継ぎだったので、ルーティン作っても投げないことが多いので、例えば、大魔神佐々木さんなんか結構ちゃんとしたルーティン持ってましたけど、横で見てて大変だなと思いました。私の場合はもうほとんどなかったので、もうルーティンなくても投げれると、極力そのルーティンを削ろうとしてましたね。例えば、先発ピッチャーだと3日前にはもうお酒を飲まないとかするんですけども、そんなこと言ったらブルペンのピッチャーは一生お酒飲めないので、気分転換できませんから、そういう意味ではそういうところは全く気にせず、ちょっと深酒しちゃっても明日は大丈夫かなとかいうふうに思えれば、こっちのものですね。まあ、あるいは、僕シーズン中にゴルフもしてましたんで、朝ゴルフ行った日なんかは、そのまま夜でナイターあったりするんですけど、そういう日は言い訳したくないので、絶対いいピッチングしてましたよね。結構その次の日とか、その2日後ぐらいに疲れが出たりとか。ダメじゃんって。まあそういう気持ちでやってましたね。なんで、シーズン長いので、しかも休みがないので、気分転換って非常に大事なんで、まあ先発とか、野手は違うんですよ。私はブルペンの仕事だったので、ブルペンのピッチャーは体の疲れよりも気分的な疲れの方が精神的に参ることが多いので、毎日準備しない。そういう意味では、夜にちょっと遊びに行ったりとか、朝ちょっといい街、トロントみたいな街だと、朝からもう8時に起きて散歩するとか、あるいは、すごいいいゴルフ場があるところは、毎日はできないですけども、3日間のうちに1日だけやる。実はね、アメリカってゴルフバッグも運んでくれるんですよ、チャーター機で。まあ、それありえないでしょ、日本じゃ。そんなこと日本でやったらクビになるんですけど、ゴルフバッグだから積んで持って行ってくれますから。私はしかもその頃読書にすごい凝ってましたから、遠征バッグも、もう今でこそね、電子書籍があるんで簡単なんですけど、僕らの頃は本を20冊ぐらい遠征バッグに入れてたので、これは死体が入ってるのかってよく言われましたけどね。あまりにも僕の遠征バッグが重い。それぐらい本とか読んで、まあ楽しんでましたね。本読んだり、街を散歩したり。とにかく、意外に日本に比べて時間がありますので、ね、遠征とか行ったら。そういう時間をどうやってこう楽しむ。喋りすぎですか？ 大丈夫です。はい。今季はですね、たったの2ヶ月ということで、ファンが非常に残念がってます。私も残念です。なので、ぜひ密度の濃い試合を見せてほしいなと。だから、面白い試合をいっぱいしてください。たったの2ヶ月しかないので、アメリカ人の選手のいい点ですけども。まあ、かといって、やっぱり休みが長かったので、無茶をすると怪我をしますので、スーパースターが怪我して誰もいないっていうふうにならないように、怪我に気をつけながら、密度の、面白い試合を見せてほしい。で、日本人選手に関しては、やはり急に始まりますし、準備もできてないかもしれないんですけども、ぜひ楽しんで、今ある力をそのまま存分に出してほしいな。特に新人の人は、日本で大活躍してきたわけですから、それ以上のものを見せようとせずに、自分の力をそのまま出してほしいかなと。で、もしダメであれば、福士投手もそうだったんですけども、来年につなげて、こういうふうにしようという。福士投手なんかはね、昨年経験したことを加味して、このキャンプとかすごい良かったので、非常に楽しみにしてるんですけども、まあ、まずは新人の選手は日本でやってきたことと同じことをやってほしい。これが私からの、多分聞いてくれないと思いますけど、ぜひこの企画が大成功してですね、メジャーリーグ選手が必見になるっていうね、必ず見ないといけない、ファンの方はもちろん、選手も C のこれを見ないといけないっていうふうになってくれれば本望かなと思います。